ここからは一人一人に喜びと感動を、オノベラグループの提供でお送りします。ハマる横浜 FC のゲストは大卒ルーキーの遠藤正樹選手です。よろしくお願いします。で、遠藤選手、大手都市銀行の、はい、就職の内定をもらっていたんですよね。ちょうど内定をいただいたタイミングで横浜 FC の方からオファーを、銀行横浜 FC ポンポンって決まって、はい、うん、本当はプロやらない予定だった。自分としてはどっちかというと一般就職に傾いてたんですよ。大手なんで将来が約束されるというか、うん、はい、もう大学でサッカーやりきった、残りのサッカー生活をやりきればいいって思ってたんですよ、4年生の時に、うんうん、一つのきっかけは本当に友人の一言だったんですけど、今しかできないことってどっちなのっていう話をされて、確かに俺小さい頃からずっとなりたいって言ってたよなって思って、夢で、うん、夢はやっぱサッカー選手、挑む権利をもらったっていうのを改めて考えた時に、今後の人生の糧にもなるし、挑戦としてもワクワクするし楽しいだろうしっていうので、サッカー選手になったって感じですね。お父様がもともとサッカー選手をやられてて、しかも横浜 FC の初代キャプテンをされていたということなんですけれども、はい、やっぱりそういうのって今のこの遠藤選手にこう影響があったりとかってするんですか？俺がプレーしたチームにお前がいるのはすごい嬉しいことだし、だからこそ俺を超えてほしいっていう話をされて、やっぱり親父のキャリアって自分にとってはすごく幼い頃からの壁だった。やっぱりプロサッカー選手の息子って比較される、すごいちっちゃい頃から、まあ、どうしてもね、ありますよね、親父はすごいのにお前全然だなって言われたりとかがあったんで、自分の中でコンプレックスだった時もあったんですよ、親父が。でもやっぱりちょっとずつ年齢を重ねていくにつれて、親父の凄さというか、プロサッカー選手になった人っていうのがすごい人なんだをすごく感じて、コンプレックスだったり壁っていうものから目標に変わったんですよね、親父が。今はやっと親父と同じスタートラインに立ったぐらいなんで、親父からはよく、まあ、無理せず頑張れよっていう言葉をいただくんですけど、親父の現役時代の話をいろんな人から聞くと、はい、無理してた人なんですよ。遊びも行かないし、ずっとストイックにサッカーだけを考える。だからその無理せず頑張れよっていうのは、自分の限界と戦いながら本当に壊れないラインまでは挑んでいけよっていう意味なんだろうなっていう、親父の基準で考えた時にっていうのもあるんで、シンプルに尊敬してる気持ちだったりとか感謝の気持ちみたいなのが今のですごい伝わってきてるんで人柄の良さがダダ漏れです。いや遠藤選手のノートを拝見させていただいたんですけれども、はい、虫を取りに行ってる、ことが書かれていまして、最近あれですか、ハマってらっしゃるんですか？新井瑞希選手と自分すごい仲良くさせていただいてて、夏らしいことしたくないっていう話を2人でしてたんですよ、はい、夏といえばなんだろうっつって、カブトムシじゃねっていう少年ですね。クワガタとカブトムシじゃねっていう、それが男の子のロマンじゃないみたいなっていう話をして、ちょっと思い出作りぐらいの感じで、そうなんです、夏の思い出作るよみたいな、はい、うんうんうん、めちゃくちゃでかいカブトムシをまず見つけたんですよ、最初1回目の時に。大の大人が夜中に2人で叫んでるんですよいたーっつって、で結局その日カブトムシが10匹ぐらい取れたんですよ。すごい。そうで、エイジさんが、はい、ちょっと俺虫触れないんだよねポロって言ってきてでも息子が最近めっちゃハマってる。そうか、ちっちゃい男の子いらっしゃいますもんね。助っ人でちょっと来てくれよ、一緒に探してくれって言われて、なるほど、一緒に行った公園がクワガタめっちゃいたんですよ。大豊作。もう大豊作です子供よりはしゃぎましたね、その時。うわーみたいなこれこれこれみたいな、むちゃくちゃ楽しんでますね。いや最高ですよ大人になったから行ける場所にガンガン攻めていくっていうのが楽しくて、探検してる感もあるんで。あー確かに、冒険心もくすぐられるし、うんうん。やっぱり今の時代ってゴールキーパーはやっぱシュートを止めるだけのポジションじゃない
11人目のフィールドプレイヤーとしてプレーすることがやっぱり求められてる時代だ。まあそれの中でやっぱ大事になってくるのは足元の技術だと思う、うん、自分はフィードの飛ばす距離だったりちょっと中距離のところで相手が欲しいところにボール届けるっていう、そういうところの技術っていうのは自分の武器としてやっぱ見てもらいたいなっていうのは一つ。チームの仲間にどういうタイミングでそのボールを渡してるのか。キーパーの配球って味方を楽にさせることが一番大事だと思ってて、味方を楽にするってことは相手がやっぱりいないことがベストで、そういった意味でも相手の目線変えるだけで相手の守備一回作り直さなきゃいけなくなるんで、そんなにプレッシャーが来なくなるとか、相手が予想してる場所と違うところに配球するっていうのは考えながらやってますね。遠藤選手は横浜 FC にとってどんな存在になっていきたいですか？サポーターの皆さんにとっての家族になりたいっていうのが一つあって、やっぱこのチームが勝った時の喜びがあるから日常頑張れたりする人もいるし、負けたら一緒に悔しがってくれるし、たまには厳しいこともありますけど、どんな時も一緒にいられる存在で自分はありたいなっていうのは一つありますね。ここまでは一人一人に喜びと感動を、小野寺グループの提供でお送りしました。